京ちゃんって足の爪切れます？うん。おお、俺ギリギリなんすよね。割と。どういうこと？いやもう、親指があるじゃないですか。で、俺ら横にしか向かないじゃないですか、足。足上げて縦に切れないじゃないですか。そうだね。だからめちゃめちゃ難しくないですか、親指の奥の方切んの。見えないんですよね、もう。ノールック。まあでも俺爪切りじゃなくてなんかニッパーみたいなので切ってるから足は。ニッパーで切ってるんですか？ニッパーみたいなので切ってるよ。巻き爪の外がニッパーですよね、基本、本当は。そう、なんか、切りやすいみたいですよ。俺もなんか靴屋さんで自分の足の爪見てもらったけど、これ痛くないの？あ、全くよっつって。じゃあ巻き爪なんじゃないですか？なんか巻き爪、もどきみたいな。もどき。俺だとあれなんですよね。足の小指が肉に埋もれて、もう爪が、ほんと、赤ちゃんの小指ぐらいしかないんですよね。あ、俺もそう足だのよ。小指。足の小指の爪はもういつも全部剥いでるから爪ない。ですよね。なくなりますよね。足の小指。なんでこんな小指だけ爪もろいんすかね、こいつ。だからもう爪切るんじゃなくて足の小指だけは爪を剥いでるね、俺いつも。剥いてる。これって太ってる人だけなんですかね。じゃ ないまあ、あそこで基本ちっちゃいっすよ、でも。でも、ほんとないんすよ、もう。ないぐらい。吹けなばいんすすぐか？らい。そう、ないっす、ないっす、もう。モデルってこ1とだね。円玉白横いにしたぐらい。それはそほんと、ほんこまでじと。ゃない。いや、ほんと、いや、マジ、マジで、本当に。そんなもんしかない。白い、白いとこ切るじゃないですか、白いとこ。爪って。白いとこ爪切ったなって思ったらなくなってるんですよ。あれ？爪切ったやつ。そう、小指の爪なくなるの。どういうことだ。これあんまり世に出てないデブあるあるじゃないですか、多分。ああ、もしあかんしまたり、ら。ここ共感するデブあんまり、でもやっぱそうなんだ。俺、小指の爪、大人になったらなくなるのかなって思いながら大人になったわ。ないかそうなんだ。そう。確かに。あ、そうなんだ。よかった。俺なんか怖かったんすよね。爪剥がれる病気かと思って。お指だけ小指だけ。小指が異常にちっちゃいんだよな、やっぱり。なんか豆ついてるみたいですよ、やっぱ。で、全部1円丸い。玉に横にした状態ですもんね。そうだよ、そう、本や当にば。それぐらい。でも本当に俺いつも向いてるからな。だから爪切りとか使わないね、足の小指に関しては。もう自分の手もの、手でカリカリやって爪グーって引っ張って剥がして終わり。う。待って。拷問みたいなことすんのやめてもらっていいですか、一人で。いや、小指だけ、足の小指だけはだから剥がして終わるね。取れちゃうから、思いっきり小指とかどっかにぶつけたりしたとき割れたりするじゃないですか。そうで簡単すさ、ね。ペッて取るだけなんで。そう、ペッあ、て。新しい爪に変えるだけなんで。ですよ、根元からちぎってるってことですか？うん、でもそうっすそう、いね、や、根も元からちぎってか、もうう。ないから、だから1円玉横にしたぐらいしかない。ないから。だからちょっとそう、硬めの、か、硬めのかさぶた剥がす感覚やね、イメージそうそうそう。おわ。カリカリして、なんか取るって、確かにかさぶた感すごいですね、それ。が。そう、ちょっと硬めのかさぶた。痛わあ。くも痒くもないからな。マジ？やばいっすね。爪剥いでないんだ、みんな。爪を剥ぐって聞いたことないですよ、あんまり。俺、だっよかった。てもう爪も剥ぐし、虫歯になったらペンチで自分の歯抜くし。乱暴みたいになってる。すげえ、マジで。なんか、包丁とか使って指切れたら、ライターで炙って塞ぎそうっすね。やっぱジューね、もう、歯医者通院するのがめんどくさいから。では、回復早いですからね、やそうっぱそう。傷も。あとアドレナリン出てるから痛絶み。対痛くないんだよね、抜くとき。もう興奮しまくってるから。いや、俺、歯は無理だな。いや、きついっすよ、絶対。いや、でもほら、無抜け理るっだて言ってな。も、がっつりハマってるやつ抜くんじゃなくて、もうちょっと下とかで、ああ、グラなんグラか、のやつそう、ちょっか。とグラグラのやつだから、もう、ペンチでグー、ブチブチブチ、右側う奥、ブチわブチ、左側ブチブチブチ、って言って、全部抜けてる。で、終やわり。ばいで、ジャックハンマーみたいな。ああ。それで抜けちゃう。グロいなー。でも、血出ますよすね、ごいもちろん。めちゃくちゃ出る。うわ。で、抜けた歯、匂い感でひどくっすぎる。さーって言って。俺、歯医者さん行ったら椅子が動かなくなりましたもん。俺、もうあれだからね、もう通う歯医者、視聴者のとこだから、もう専用の椅子とか用意されてもらってるから。お、いいっすね、それね、視聴者さん。俺、一回倒れたまま起きれなくなったんですよね。ちょっと待ってくださいっつって。そのまま無理やり起きて、別の椅子に。やっぱ特注なんだな、全部。奥歯全部金歯にしようかなと思って、俺。もう、すごい。
金歯高いんだよ。1本20万とかすんだよな。金っていいんすか？いや、全然。だってただ光ってるだけですか？銀歯だったら保険聞いて2000円とかでできるんだよ。確かに、うん、それをただただにその見えというかその、いやでも京ちゃんが笑った時に金歯見えたら怖いっすよ。普通に。そうだから、なんか八重歯のとこ金にして、奥歯金にして、なんか上と下12345678箇所全部金歯にしようかなと思って。いやもうどうなりたいんすか、目指す先がすごいな。マジでラッパーにでもなるんすか。